カ野ヤ航空基地付近の空中写真。2013年11月23日撮影の10枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成カ野ヤ航空基地は、鹿児島県カ野ヤ市西原3丁目11-2に所在し、第一航空軍等が配置されている、海上自衛隊の基地。 主に哨戒機搭乗員の教育訓練基地及び、急難ヘリコプターの航空基地として、日本の南西海域の安全保障と、奄美群島から古式島列島に及ぶ広大な海域、離島の海南、急艦輸送を担当する部隊が利用する。ゲフィー、鹿児島市種ヶ島鹿野屋航空基地の一戦前から使われている航空基地であり、神風特別攻撃隊の出撃基地でもあった。 滑走路脇には今でも霊式環状戦闘機の延滞号が残されており、司令部庁舎も戦前に建造されたものが2015年まで使用されていた。なお、特攻基地の規模としては人員、機体数ともに全国的に有名なチランを上回る。アメリカ海軍やアメリカ海兵隊にとっては普天間飛行場に移動するヘリコプター部隊が 途中給油に立ち寄る重要な航空基地である。2005年10月、アメリカ軍の再編計画により、山口県岩国飛行場に配備されている、アメリカ海兵隊所有の空中給油機が、カノヤ航空基地に移住することで、日米政府が合意した。近年中に、日米共用飛行場になる可能性が高い。2008年3月26日、 海上自衛隊航空部隊再編が行われ、第1航空軍令下の第7航空隊が廃止され、第1航空隊へ統合。カノヤ救難飛行隊が編成開始、第72航空隊カノヤ航空文献隊に変更された。カノヤ航空基地の一角には、旧日本海軍時代から海上自衛隊に至るまでの資料を集めた。 カノヤ航空基地資料館が開設されており、立ち周辺には海上自衛隊が使用した航空機や旧日本海軍の二式大型飛行艇等が展示されている。海軍航空隊本部第一航空軍司令部級庁舎第一航空軍司令部新庁舎毎年4月下旬にエアーメモリアルインカノヤの名称で航空祭が開催されている。 世界的にも珍しい P-3C による軌道展示飛行を実施していた。1994年の鹿屋航空隊開設40周年を機に鹿屋市との共催の形で開始された。初回は P-2J 体駅式展も同時に行われ、T-2 ブルーインパルスはニュータバル基地よりリモートで展示飛行を行った。二千四年四月十九日には、 カノヤ航空隊、開設50周年記念の航空祭が開催され、ブルーインパルスが、同基地に初展開し展示飛行を行った。2014年にもカノヤ航空隊、自衛隊、創設60周年を記念し10年ぶりとなる、ブルーインパルスの飛行展示が行われている。2017年の同基地航空祭において、米海軍 P-8A を初展示。 翌年には飛行展示を実施した。2000年は宮崎県で発生した皇帝駅の影響で、2011年は東北地方太平洋沖地震の影響で中止。2016年はメガボルト -22 オスプレーや冷式、環状戦闘機などの公開が予定されていたが、4月14日以降に発生した熊本地震の影響により、同月16日に中止を決定した。 2020年2021年は SARS 株 -2 の感染状況を踏まえて中止された。2015年は同年2月にカノヤ航空基地所属の O-6DEA の墜落事故があったものの予定通り開催された。2016年も同年4月6日に航空自衛隊ルマ基地所属の U-125 が、鹿のや航空基地の設備点検中に墜落する事故があったものの、同月12日時点では予定通り開催するとしていた。鹿のや航空基地所属部隊に関連する事故を列挙する。2016年4月6日に、航空自衛隊入間基地所属の U-125 が、鹿のや航空基地の先日広報装置の点検飛行中に、港外山の三竹山頂付近に墜落し、 6名が殉職する事故が発生。2016年1月27日、零式艦上戦闘機の試験飛行が東吉地で行われた。この機体は1970年代にパプアニューギニアで破損状態で発見され、アメリカ人コレクターが回収。その後ロシアで修復し、日本人が買い取ったもので、モトラバウル航空隊所属機と推定される。なお、エンジンは、 損傷が激しかったためオリジナルの境からフラットホイットー社製に換装されている。当日は往年の航空機ファンやレシプロ機愛好家など全国から集まったファンの前で約20分間飛行した。試験飛行の様子はニコニコ生放送でライブ中継された。その後、長期間中期する予定の鹿児島空港まで自力飛行により移動し、写真撮影など、 各式年イベントを開催。同空港では、この月の校内売り上げが急増し、全国でも冷戦プラモデルを発売しているメーカーの生産が追いつかず、一時的に入荷待ち状態になるなどの動きがあった。2013年の映画、風立ちぬ、公開以降、アメリカでは、新たなジーク愛好家団体が設立されるなど、冷戦ブームは国内外において盛り上がりを見せた。 この、冷式環状戦闘機里帰りプロジェクトは、クラウドファンディングで調達した資金が活用された。ありがとうございます。